おはようございます、大友純です。今日もブログ撮っていきます、よろしくお願いします。今日はですね、10月の、26日ですね、土曜日ですね、朝6時です。で今日は曇天です。曇天でめっちゃ曇ってます。日の光が全然ないんで、もう本当最近曇天続きですね。今週1回2回ぐらいは日が出た、朝日が出た日があったかなと思うんですけど、曇天ばっかりでちょっと残念ですね。はい。で今日は土曜なんでサーファーの人めっちゃ多いですめっちゃ多いんで、もう海入ると怖いんで、もう先週の土日でちょっと懲りたんでね、今日は浜からね望遠レンズ構えて撮りたいと思います。でですね、この前動画出したスモールリーグの新しいね、これビデオ三脚なんですけど、これやっぱ調子いいです。結構軽いですし、持ち運びはすごい楽ですし、折りたたみも楽だし、もう全然浜で使うときはこれもう一択で使ってます。まあ、足の砂なんかもねちょっとつけっぱなしっていうか、まあちょっと払うんだけど、まあちょっとあれで、ね、もうね海専用みたいな感じになってて、僕結構使いやすく使っております。で今日もネックマウントはしてるんですけど、このねいつもは海入るんでハウジングなしでアクション、4、オズマアクション4をねつけてるんですよね。でハウジングつけちゃうと音声があんま取れないんで、ハウジングなしでそのままもう水に海水につけちゃう感じでネックマウントやってるんですけど、そうじゃなくて今日は海水入らないんでアクション5フローを持ってきました。なんか今日は、波がいきなりこうドバーンと割れるような感じで、なんかダンパーっていうらしいんですけど、この間教えなかったんですけど、ダンパーっていう波でどこ右から左どこ行ってもそんな感じみたいなんで、今よく垂らしてもらってる方が今日は難しい波ですねって言ってこう上がってったんで、まあ、今日はちょっとねサーファーの人たちに乗るのは難しい波なのかもしれないですね。
今バッテリー交換しようとしたら、このバッテリーを床にというか地面の砂浜に落としました。最悪だ、砂が張り込んでしまった。これは後で掃除してからやらないとダメなパターンですね。はい、今日は見えるかな、このサーファーの人たちの数、うわーっと来て、うわー、フォーカスが、この数です。めちゃくちゃ今日はサーファーの人多かったです。浜から撮ってよかった。はい、撮ってまいりました。いかがだったでしょうか。今日はですね、まあ人がすごく多くて、なんだろう、難しい波だったと思うんですけど、その中でもやっぱりよく乗る人とあまり乗らない人ってやっぱこういらっしゃるんですよね。なんでよく乗る人、あ、この人のよく乗る人だなっていうと人にやっぱこう狙い定まって撮るっていう感じが今日はこう多かったかもしれないです。だから結構ね、必然的にこう同じ人ばっかり撮っちゃってるかもしれないんですけど、今日はすいません。で、今日は子供の運動会です。これから運動会に行ってまいります。で、午後になって午後仕事行って、で、夕方夜帰ってきて有効市の討論に行きます。今日は忙しいです。チャンネル登録といいね評価とぜひぜひよろしくお願いします。カメラ、写真、映像、地元湘南のことなんかをね、 Vlog とか家族 Vlog っていうものと含めて発信していきます。大友潤でした。さよなら。